神坂さんいないね。約束の時間はもうすぐなのに。あ、もしかしてまたみんなへのデコレーション指導で捕まってるのかな。神坂さんのデコは人気あるもんね。おっと、噂をすれば来たみたい。じゃあまた後でね。ごめんごめん、遅れちった。マスミッチのところで捕まっちゃってさ。なんか文化祭の塗装教室でもデコレーションのことを扱いたいんだってさ。デコに使うアクセやらも揃えないとだから、これから超忙しくなりそうだよ。あ、例のデバッグって今日だったよね。時間ないしパッパと始めちゃう。私の担当はボディーパーツだったよね。てかこれ私が自分で選んだんだけどさ、ボディーいいよね。テンション上がる。じゃあまあサクサクいってみよう。ミッションスタート。
くるパーツが全部ボディなんて超ウケるし、これならサクサク全パーツ集まっちゃうね。ねえ、こんないいのがあるならもっと早く欲しかったよね。生徒会との対決も楽勝だったよ。本当トリマ、これでうちの学園のビルダーレベルも上がりそうだよね。私ガンプラのボディパーツって大好きなんだよね。なんていうの、あのがっしりした胸板っていうか、あれね、あれにデコってる時は点上げだわマジで。ま、一番上がるのは君のボディだけどね。ちょ、ここ笑うとこ、黙られたら私が照れちゃうじゃん。もう超恥ずいよ。げ、もう帰る時間じゃん。なんかあっという間に終わっちゃったな。せっかく君と2人で過ごせる時間だったのに。ま、でも文化祭が終わったら忙しいのも落ち着くだろうし、そしたらまた一緒に遊ぼうよ。あ、その前にみんなで打ち上げやろう。前みたいにガンプラバトルしても楽しいし、絶対に超盛り上がるよね。じゃあ今日は一緒に帰ろう。この後空いてるんでしょ。へへへ、ダメって言っても無理やり連れてっちゃうもんね。今日は邪魔者もいないし、これくらいデバッグのご褒美でオッケーっしょ。遅いぞ大佐。シオン公国総帥の大空寺シオンを待たせるなんて万死に値する。ジークシオン、ジークシオンってごまかしてもダメ。大佐が生徒会長になってから全然シオンのこと構ってくれなくなったの。忙しいのは分かってるけど。大空寺さん、忙しいところごめんね。今日は近接武器パーツのデバッグをお願いします。任せて。シオンはこの学園のみんなを笑顔にするんだから、みんなのためのデバッグもシオン公国の公務なの。チェックが終わって特に問題なければ帰ってもらって大丈夫だから。はーい、ではよろしく。ペココさん、急に出てくるからシオンびっくりしちゃったよ。あれ、なんか話してたような気がするけど、なんだっけ。まあいいか、準備もできてるみたいだし早速デバッグしよ。それじゃミッションスタート。真面目にやる。
ごいすごい、全部のパーツがビームサーベルとかアックスばっかりだったね。面白い。このシステムが量産の暁には電報謎あっという間に叩いてみせられるね。シオンね、武器の中ではビームサーベルが一番好きなんだ。大佐、なぜだかわかる？シオンの側近ならそれくらい分かってくれなきゃダメだぞ。正解はね、一撃必殺の武器だからだよ。恋もバトルも近距離からの直接攻撃でドッカン。やっぱり近接武器が一番。シオンたちの愛も突撃あるのみだよ。あ、もう下校時間だ。データは十分取れたみたい。デバッグはこれでおしまいってことでいいよね。今日は久しぶりに大佐と一緒で嬉しかった。大佐がシオンの心を触った感じなの。シオンはいつでも待っているから、また一緒に遊んでほしいな。約束だよ。じゃあ大佐、今日はシオンを送っていってね。あ、お疲れ様。どうして私がここにいるかわかるかしら？何よ、なんとなくって。まあいいけど。今日はね、学園の救世主と言われるサイドゼロのリーダー君、君と一緒にミッションをプレイさせてもらおうと思ってね。なんて嘘。最近君が働きすぎなんじゃないか、一人で何でも抱えすぎなんじゃないかって3年の三神楽さんや大鳥さんから相談されていてね。自覚ないと思うけれど、生徒会長になってからろくに休んでないでしょ。それで文化祭に関しては先生たちも協力するから負担を減らそうって。だから今後はちゃんと休みなさい。生徒会のことはみんなでフォローするから大丈夫よ。それに女の子たちもやきもきしているみたいだし、たまには時間を作ってあげたら。余計なお世話だったかしら。じゃあ先生は職員室に戻るわね。ほんと無理しちゃダメよ。もう君は一人の体じゃないんだからね。ボイスチャットにつないで。そろそろ私とのデバッグ時間だよ。やっほー、待ってたよ。今日のデバッグは射撃武器パーツだよ。出てくるパーツが全部ライフルとかバズーカとかの射撃武器パーツになってるの。まあデバッグといっても普通にミッションをプレイすればいいだけだから、いつもの感じでね。君をデバッカーに指名したのはなぜか君がプレイするといいデータが取れるからなんだよね。予想外の動きを見せるからなのかも。それとこうやって2人でミッションできるからって言うと他の女子に怒られるかな。さあそろそろプレイしよっか。ミッションスタート。
お疲れ様。さすがだね。いいデータが取れたよ。これだと予定より早くシステムを完成できそう。みんなに期待されてるし、文化祭までに間に合わせないとね。うん、楽しみにしてて。これが完成したらガンブレ学園のガンプラ制作環境は一気に進歩すると思うから。ねえ、ちょっといい？あのね、私は今みたいに陰ながらバックアップすることしかできない。他の女の子たちのように君のそばにいることはできないけどね、私だって君のこといつも思ってるし、いつも見守ってるんだよ。それを忘れないでいてほしいなって。そろそろ下校時間だね。じゃあもう帰り支度しないとね。先生に怒られちゃうよ。あ、そうだ、帰りに職員室の前の廊下を通ってみない？ちょっといいことがあるかもしれないよ。じゃあね。フレンドのレココが退出しました。システムを終了します。